枠物語とは導入部の物語を外枠としてその内側に短い物語を埋め込んでいく入れ子構造の物語形式である。大きな物語の中に異なる短編小説などが次々と語られるこの技法で描かれた小説を額縁小説とも呼ぶこともある。枠の中のそれぞれの短編物語は劇中劇で外枠のストーリーが 枠物語の何かの面を内に包み込むように使われた場合は文芸評論でいうところの門中門になる。枠物語のフォーマットは様々な語り手が自分の好きな話あるいは知っている話を語り、一方で語りたくないものは語らず、他の場所から聞いた話を付け加えることもできるという融通性を持っている。作者が以前から温めていたストーリーを短編にして、 長い物語の中に組み込むのにも都合のいい基礎でもある。枠物語の起源は分かっている中で、紀元前千年期の古代インドにまで遡ることができる。具体的には、サンスクリットのジョジシ、マハーバーラタやラーマーヤナ、ビシュヌシャルマのパンチャタントラ、シュンティパスの七賢人物語及びグーワ州、ヒトオパデーシャとベーターラ・パンチャビーンシャティカーである。 枠物語は数世紀をかけて徐々に西に広がり人気となり、千代・人世物語、デカメロン、カンタベリー物語といった古典的な枠物語を生んだ。千代・人世物語の外枠のストーリーは、シャーリアーオにレニアおとぎ話を語って聞かせるシェヘラザードの話である。その話の中にさらに海のシンドバットが陸のシンドバットに語る。 別の枠物語も含まれる。エミリー・ブロンテの嵐が丘の外枠では、その家の女中が語り手になって、訪問者にヒース・クリフとキャサリンのストーリーを物語る。メアリー・ジェリーのフランケンシュタインも枠物語である。一番外枠にあるのは、ロバート・ウォルトンが姉マーガレットに宛てた手紙で、その中で、ビクター・フランケンシュタインがウォルトンに自分の話を物語る。 語り手が信頼できない語り手の時もある。PG ウッドハウスの短編集の語り手マリナーは、漁師でマリナーが語る話はどれも奇想天外である。一箇所に集まった人々が順に語り手となって、それぞれのストーリーを語る枠物語もある。ペストから田舎に逃れた人々が暇つぶしに話を出し合うボッカッのデカメロンや、 カンタベリーへの巡礼の旅の途中に出会った人々がお互いの話を披露し合うジェフリー・チョーサーのカンタベリー物語がその有名な例である。映画ラ・ショモンで雨宿りする複数の人物が物語るそれぞれのストーリーは同じ一つの事件である。しかし内容が食い違い、どれが真実なのかといったミステリーの要素を持っている。ありがとうございます。